あんな依頼受けなければよかった。ん？奇遇だな。いや、そもそもどうして坂大人なんだ。ストレスを抱えてなんぼだろう。マスター、何か飲むか？僕がおごろう。はいよ。今回のこともどうか秘密にしてくれ。それにしマスター、はいよ。依頼人がでもそうして知っても矛盾して酒は手芸術そんなものよ。そうだな。例えばだけど、賛成だ。どうして急にそんなこと。まあ別に言えないことでもないけど、もっともそのわけの一部は君もすでに知っているかもしれない。母さんは建築デザイナーで絵が上手だった。僕が小さい頃、あの人がいろんな家を一筆一筆描いているところをいつも隣で見ていた。それでだんだん建築に興味が湧いてきたんだ。そうかもな。確かに母さんが依頼人と言い争っているところはよく見たが、あの人は毎回すぐに立ち直っていた。だが残念なことに、母さんはもう別の国で再婚したんだ。今はあまり連絡を取っていない。立ち直る秘訣を聞きたくても、こんな些細なことで新しい生活を邪魔するのは良くないだろう。でもそれで思い出したぞ。母さんはここを離れる時、身の回りの品だけ持って行って、家の大半のものは僕に残してくれた。その時あの人はこう言ったんだ。僕が彼女の経験から教訓を学んで遠回りをしないようにとね。ただ当時の僕は気持ちの整理がつかなくて聞く耳を持たなかった。思い出のものは全て箱に入れたまま、それっきりだ。もう何年も前のことだからな。これだけ時間が経った今なら落ち着いて向き合うことができるかもしれない。そうだ、戻って探してみよう。え？ああすまない、ちょっと飲みすぎて口が滑った。そうだな、こういうことは普通友達とするものだけど、あ、いや僕たちもう友達だよな。君が思い出させてくれたおかげなんだ。これで一人で戻ったらなんだか後ろめたいことがあるみたいじゃないか。考えていたら頭が痛くなってきた。率直に言おう君のアドバイスを聞いたから今のプロジェクトを一旦止めて、かつての創作への情熱を取り戻すと決めたんだ。もしこれ以上付き合うなら必ず僕の過去に触れることになるぞ。つまらないと思ったりしないか。よし、それじゃあ一緒に行こう。僕がどこに住んでいるかは言うまでもないな。本当に変な感じだ。僕が友達を家に連れて行く日が来るなんて思いもしなかった。出かける前にちゃんと掃除はしたはずだし、アルハイゼンも今は家にいないだろう。この時間は多分資料室だからな。よし、酒はこのくらいにしておこう。会計してくる。Thank you.
アルハイゼンはいないな。さあ、適当に座っててくれ。僕は箱を持ってくるから。いや、ただ時間が経つのは早いなと思っただけさ。箱に埃が積もっているということは、ここに越してきてから随分経ったってことだ。母さんがフォンテーヌに行ってからだと、もう何年になるか。いいことだ。僕もあの人にはもっと幸せになってほしい。父がいなくなって、一人で僕の面倒を見るの、本当に大変だったろうからな。まあ、それはさておき、箱の中身を見てみよう。ごちゃごちゃしてるな。おお、思い出したぞ。これは昔、僕がオルモス港で描いた絵だ。今見るとイマイチだが、この絵を描いた時、僕はまだ5歳にもなっていなかった。20年くらい前か。当時の僕にしては、いい出来だったな。だとしたら、僕ってやっぱり、ちょっとは芸術の才能があるよな。だろ？会議と自己会議は、もともと芸術の一部だ。疑ってこそ進歩がある。僕がそういう質問をするのも、至って普通のことだろ。まあ今回、自己会議の時間がいくらか長かったことは認めるさ。でも、本来感情とは理性で制御できないもので。やめよう。話せば話すほど自信がなくなってきた。さあ、引き続き箱の中身を見てみよう。この積み木は、何年ぶりに見ただろう。当時はどれだけ高く積んでも倒れなかったな。それにこの設計図。これは母さんの図面を僕が写したもので、基本的な縮尺さえ間違っている。だけど、僕が人生で初めて描いた設計図であることは確かだ。我ながらよく描けたと思ったから、母さんの図面と一緒にして、見つけた彼女に褒めてもらおうとした。まさか次の日、母さんがうっかり僕の書いた方を依頼人に渡してしまうとはな。依頼人は長いこと考えても理解できなかったけど、母さんの評判を気にして、その場では聞かなかった。そして数日後、彼は母さんを訪ねて、この扉が屋根よりも高いのは想定したものか？と聞いたんだ。母さんに引きずられて何度も謝りに行ったよ。でも裏では母さんは僕を責めたりしなかった。逆に設計図の書き方を優しく教えてくれたんだ。本当によく覚えているよな、僕。あとは何が入っているんだ？ん？これは何だっけ？これは母さんのものだ。以前よくこれに何かを書き込んだり、絵を描いたりしてた。小さい頃このノートがすごく気になって、ずっと何て書いてあるのか知りたかった。母さんには何度も聞いたけど、パスワードを当てたら読んでもいい、とだけ言われた。このノートを持っていかなかったってことを、これを僕に託すつもりだったのか？そうしたいのは山々だが、パスワードがわからないんだ。時間の問題じゃないだろう。パスワードを当てるには何よりインスピレーションなんだ。ちょっと考えてみよう。今この場でひらめくかもしれないぞ。なんだろう。顔に書いてあるぞ。君が考えうるものはすでにもう試した。僕の名前だろ。父や母さんの名前。それに祖父や祖母の名前。さらに全員の誕生日も。関係のありそうな名前やら数字やら、とにかく全部だ。あとは、無事で心配もなくとか、お大事にとか、永遠に愛してるとか、
思いつく限りの祝辞をもじったものも全て試してみた。けどこの情はびくともしない。やっぱりこの路線で行くのはやめよう。そう簡単にはいかなさそうだ。それにそんなつまらないパスワードにしていたことが知論派にバレたらいい笑いものだ。